今日の夕食の一品のおかずを作ろうと思います。大根と豚バラ。味付けは甜麺醤で作りたいと思います。豚バラに甜麺醤とお砂糖で味をつけて、その後に大根を入れて味をなじませています。これで盛り付けて完成です。あともう一品は、これはナマスです。あとお魚を今焼いているところです。これが夕食のおかずです。